こんにちは。真剣ゼミ高校講座数学担当の小川です。今回お伝えするテーマは、積分計算はパターンを手になじませるべしです。理系の二次試験で問われやすく苦手にもなりやすいのが数産の積分。先輩ダイレクトでもなかなかできるようにならないという声が多く聞かれます。でも大丈夫。これから、 入試本番に向けて得点力を伸ばすために、とっておきの秘訣をご紹介します。まずは、これを抑えることが大切です。ズバリ、典型パターンを意識しましょう。一つ一つの積分の演習をしているときに、前に解いたことのある典型パターンと関連づけて身につけられているかが非常にポイントになります。簡単な例を使って考えてみましょう。 まずは5秒ほど使って、この積分計算の問題で使えそうな解放パターンを思い出してみましょう。どうですかわかりましたかそうですね。積の形の関数の積分なので、部分積分法が有効ですね。そしてこの問題、実は合格への100の問題でした。 違う合格プランの方も、この部分積分のパターンの問題を解いたことがあるはず。本番、いかにそれを早く引き出して使いこなせるかは、日頃からパターンを意識して演習できているかにかかっています。次に、ポイント1で説明した典型パターンを意識して実際に問題を解くときに重要となることをお伝えします。それは、必ず自力で計算して、 答えまでたどり着くことです。先ほどの一つ目のポイントを聞いて、これぐらいいつも意識しているよと思った方も多いかもしれません。しかし、中には、計算長いし、回答解説を見て理解できたから書かなくていいやと思って自力で計算していない方、多いんじゃないでしょうか。その勉強法は NG です。その時は理解したつもりになっても、時間を置くとなかなか思い出せないことが多いです。 解答解説を読んで頭で理解した後で大変かもしれませんが実際に手を動かして覚えることが非常に重要です。その時間は絶対無駄にはなりません。最後に先ほどお伝えしたポイント1、2をしっかり定着させるにはどんな問題で演習すればよいかをお伝えします。手元の参考書などを使ってとにかくいろいろなパターンの積分計算に触れて 繰り返し解くことが重要ですが、積分計算が特に苦手な方は、まず合格への100題の7月号からの復習がおすすめです。ポイント1で例に出した合格への100題7月号の問題で確認してみましょう。部分積分法を利用することは、ポイント1の時にお伝えしましたね。では、実際にどのように解き進めていくべきか、 一緒に確認していきましょう。手元にノートがある方は、早速手を動かしてみてもいいですよ。さあ、解いていきましょう。この関数の積の形を見逃さずに、部分積分のパターンを思い浮かべて手を動かします。積分しやすい e の x 乗を積分する方に、微分して簡単になる x の2乗を微分する方に置いて計算しましょう。 ここで出てきた式を整理すると気づきましたかまた積の形が出てきましたね。ここでもすぐに部分積分のパターンを思い浮かべてもう一度同様の計算をします。パターンを意識しながら手を動かすことが大事ですよ。最初は大変かもしれませんが、そのうち頭でパターンを思い浮かべるのと同時に手が動くようになります。 さて、ここまで計算したら、あとは簡単です。2回の部分積分の結果、e の x 乗の積分だけが残ったので、このまま計算できますね。最後に e の x 乗でくくって、これが答えです。どうでしょうか典型パターンを意識して解くイメージはつきましたか今回はイメージをつけ、 噛んでもらうために簡単な問題を使って解説しましたが、もっと難しい問題を解くときにも重要なポイントは変わりません。最後にまとめです。積分計算攻略の秘訣は、典型パターンを意識して自力で計算すること。これが身につけば得点力がぐいっと伸びますよ。ぜひ、 今日から実践してみてくださいね。